まだ灯台とかを使ってた、灯したりとか使ってたんでしょうね。いつ出港の橋なんだろう、古そうだね。あれはさっと、おや？どっかに書いてないかな。あ、書いてあった。昭和16、16年かな。1月16年、相当では古いね。今こう、あ、これは どっちがいいの？あ、そこに書いてあるね。エグスゲトーム。何？ん？何橋これ。読めねえ。ダメだ。削りすぎちゃって、もうちょっと読めんくなったけど。まあ、だいぶ相当、昔からのあれなんですかね。もう90年くらい経ってる橋かな？すごいですね。ちょっとクラッパーとこういうのをあったりするのは歴史あるみたいですね。こっちの方に来ると結構駐車場も多いね。月金面も多いみたいですけど、やっぱパークアンドライドで通勤等で使われることもあるし、まあここら辺自体が商業施設とかもありますからね。まあ言うて、和歌山も。まあ、そうですよ。新宮よりも和歌山市の方が町の規模はでかいですもんね。和歌山は地図で水以上に山に隔たれられてるんで、都市間がね、結構距離がありますからね。それこそ昔、まあ、ブログメインでやってた頃に、なんだっけ、国道42号線完全走破の旅とかって言って、国道42号線をずっと下道らし続けるっていう、とんでもなく過酷な企画とかやってましたけどね。あ、また戻ってきた感じか。これ何？バラホル、何？バラホルって何？カレー屋ってやつか、カレー屋さんなんかと思った。カレー屋さんじゃないの？キムチ入りバラ？あれか、バラってことホルモンってことか。なんだ、なんだよ、めっちゃ聞いたじゃん。なんだよ、そんな名物あるって聞いてねえよ。まあ、出そってねえや。あ、これもこっから見るとでっけえ駅だな。あ、めちゃくちゃ立派な駅だわ、よし。そうだ。こうやって見たらでっかいわ。あ、ね。
歩行者は良さそうね。待って、駅の方行くにはどうしたらいいんだ、これ。独特な構造だね。こっちからか。で、ここ。和歌山バス。あ、でも何回来るのになるんですね。上にフードホールとかあるんや。なんかそっちから行った方が早そうっすね。なかなか交差点の方が出てくれずにね。事務員にござるなのか。こっちとこっちがあって、やっぱりここが一方通行やから、そこに入っていく道もあるんで、六差路みたいな感じなんでしょうけど、とか六差路になってるのか一応。市民図書館とかもこの中に入ってんだ、すげえ。和歌山市駅に入る。ここにもバス停あるな。校舎制限なのかな。ああ、なるほどな。あ、そうか。ここで校舎して、そのままバスの基地に入れるような構造か。なんか、早速バスが来たから見れるんじゃないかな。このバスが、和歌山市駅の、ここで止まるバスが入ってきて、やっぱそこで降ろして、そのまま、センターの方入ってくるんですね、基本に。じゃあ、降りる人は、必ずこの交差点こっちでね、渡っていかなあかんですね。あれ、さっきのところに戻ってくるのか。みんなも切れば、切る。ここにポピオチンって。あ、北ウエストが入ってんだ。へぇー。フードコードは、なんかフードコードというよりは、もっとちゃんとしっかりと食べるご飯屋さんが入ってる感じなのかな。あ、こっちに来ましたし。あ、そうや。で、とりあえずランマの方に向かってって、どこやったっけ？どっかの駅で乗り換えなあかんのやな。よし。